イブのイ、いろんな意味で。イブのブ、ブサイク。いやあ、せつなけいすけだよ。今のブサイクっていうのはイブのことを言ってるんじゃないよ。むしろあれだね、サザドムみたいなもんかな。じゃあコンティニューで。これか。確かにあれだよ。パスワードこれじゃねえかなーって突き止めたとこだったと思うよな。緑。緑じゃないわ。紫か。赤、青、黄色、紫で緑なんだろ。じゃあとりあえずあー、あの野郎ちょっと邪魔だ邪魔だ。あの部屋に入りたいんだ俺も。失敗作どけよお前。よっしゃー。あ、こっちじゃないわ。こっちだったわ。とりあえずさ、メモりますね。とりあえずちょっとメモっとる間カットね。7、2、3、9、1。お、なになに、なんだい、バキバキ言ってる。手を鳴らしているのかい。時が動いて夜になった。手ごとは、ろうそくの絵のろうそくがなくなってしまった。あ、ちょ、どこまで飛ぶんやー。あ、ろうそく失っただけか。それよりこいつ、早う起きろや。お、何あれ。蝶々、蝶々どうすればいいんですか。え、なんか動いてるし。何足ブラブラしてんだよ。おい、夜になってんやろ。早う起こせや。蛇起こせや、こら。あ、そうか、明かりがなくなったけん。つまり逆に言えば、入る必要なくなったってことよね。ね？あれ、こんなに長かったっけ。いや、長かったな。え？夜になったけん起きるもんかと思ったら起きない。さあ、さてならば、なんだ、夜になってどっか変わったところ。ああ、もう、あれ、なんであいつしおれとんなだ。あの双子の花なんでしおれとん。あれ、朝顔だったの。あれ、あんなに柿があったのにね。セーブ。ああ、セーブしたのに、あいつ邪魔やし、失敗作、あんな、ちょっとセーブポイントを守るような動きするな、お前。ディフェンダー、硬いな、お前。ディフェンス硬いな、もう。くそ。よっしゃ。えい、ざまあ、お前ら、朝顔とは知らんかったわ。えい、へい。必要な双子が必要でなくなったんやけど、もう奥鍵かかって。じゃあなんだろうね。あ、鍵といえばあそこがある。あそこっつんはあれだ。ん、甘いもの食べたい。何お前、帰りたいという次は甘いもの食べたいとか、ちょっと欲が強いっていうか、わがままやの。クソクソ、なんかいいよ俺。食べ物か。食べ物どっかあったかな。なかったような気はするんやけどね。食べ物とはまた違うけれど、飲み物だったらここにあるけどね。冷めた。紅茶冷めとるがな、夜やけん。時間の流れ遅いう、なんつか。ん、ああ、眠りにつくって、こういうことだったんよ。蛇は起きろや、蛇は。ボルノエ。食い物。ああ、もう失敗作がめっちゃすごい動きしてる。
食べ物を探せって、まさかこっちになんかあるわけじゃないよな。一応見ただけ。食い物、こいつ食えるんちゃうんか、こいつ食えるぞとかならんなるわけないか。あれどうやって取ればいいんだろう。でもなんかあげたらここに鍵取りに来てくれる感があるようなないような推測だけどね。これなんやろうね。え、来た、これか。絵の中の星が揺れている、じっと見ている。キラキラして綺麗ね。ギルテナのこういう絵だけ描けばいいのに。ギャリー、分かってないな。一つのネタだけでやっていくのは無理ってことさ。ゲーム実況もそうだ。ワンパターンだったら飽きられる。わかるかい？あなただってね、ワンパターンのツッコミばっかしているから、みんなから嫌われるんだよ。いや、そんなに嫌われてないよな。むしろ好かれとるな、ギャリーって。額縁を揺らしてみる。やばい、何これ、星くず星くず、なん、星くず隕石でも落ちてきたんか、星くずって。スターダスト、スターダスト、スターダスト。この星くずをどっかへ使えばできん、ん？何あれ、何あれ、何これ、何なんこれ、赤い首、あ、これあれじゃねえ、暗い部屋にあったやつじゃん。やだ、イブ早く離れましょう。こんなところまで移動してる。怖え。え、あ、それ星、僕の好きなやつ、欲しい。お前なんか食べたいとか言うけど、欲しい、欲しかったん、なんなん、星型のスナック菓子とか要はある気がするけど、それなん。あげねー。あ、ごめんよ、ごめんよ、白ガリ君、白ガリ君ごめんよ、ちょっと意地悪したかったんよ。はいはい、あげる。おいしいんかな、これ。コンペイトなんだよ、これ。わあ、ありがとう。ちょっと待ってて。何？これ、レイ。やったー！なるほど、こういう展開だったんや。いつか空に行って、星をいっぱい食べるの。僕の夢。そうか、そうか。無理だね。なん、失敗作、いちいち俺の行きたい方向におるような気がするには、なんだろうな。あいつ、俺の行きたい場所分かっとんちゃうんか。ああ、もう。あの野郎。よっしゃー。お、なにこれ。すごいでかい絵があるんやけど。社交界の女王。社交界の女王。何それ。ダンスの女王様みたいな感じなん。社交界の女王って。何なん。社交界行ったことないけど分からんけどさ、ダンスが上手かったりトークが上手かったりして高評価得たらそういうあだ名がつくん。あ、あの人ダンスの女王、ダンスじゃねえわ、社交界の女王よ。あ、初めて見た、尊敬するわみたいな。感情の女、感情の女、感情の、感情ってこんな感じじゃないような気がするけど。深海に溺れてしまえ。はいはい、一人よがってなさい。新しいところ来た。もう先のところもういいんかな。じゃなくて動物というかフィギュアというかそういう系やな。
いけれるんやけど、いけんのよね。なこれ弾力のある石ゴムでできてんのか、石なんかそれ。ちょっと触ってみたい気もするわね。触ろうぜ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 。柵があって触れない、弾力があるって設定いらない。死後のアイスエースエーウェルおいっす。死後ね、何ないですって。あ、オーセって読むんか。イブオーセって読める。なんて読むのって聞かずに、オーセって何で聞いてきやがった。わあ、もうイブその年でオーセ読めるんすごいな。オーセってなんなん。うん、オーセっていうのは好きな人同士がこっそり会うことはみたいな感じね。これなんか聞いたことあるな。な、何でっていうんやったっけ。忘れるな、なんか実況や言ったら、なんか俺の中のレパートリーがどんどん消えていく感じがする。まあいいや。え、なんでこっそり会うのって。なんででしょうね。いろいろと理由があるんじゃない。親の理由点が一番理由やけど、これの場合なんだろうな。ドクロの彼氏を親に見られたくないってことじゃないんかな。こんなドクロ頭のやつホラーマンと同類やもん。なこれ何かしらね。これえ、絵画のピース。わ、消えた。なんか絵の具玉の時と似てるわ。もしかするとするこれ集めるといいのかも。もっと探してみましょう、イブ。はーい。ピースやけん最後でどう組み合わせるか的なんかあるんかな。飲み込める夜。うん、夜ってどんな味がするかしらね。青いよね。てかめちゃくちゃなんか、なんか粘り気が強い飲み物に見えるんやけど、これシェイク的な感じ。シェイクよりも粘り気強そうに見える。なにこれ、花畑ではありませんか。あー、ちょっとダメージ食らうんかよ。あ無駄に回復使ってしまった。サボテン、サボテンか。小さく佇む無数の植物。あ、スパイウェア。向こうに物が落ちているけど、なんだか危なっかしいよね。エブ、ここで待ってる？あたし一人で取ってこようか。そうですね。こういう時は二人で行くっていうのが正しいこと。ギャリー、頑張れ。やっぱり、その方がいいわよね。オッケー、任せて。すぐ行って、すぐ戻るから。イブはそこで待っててね。はーい。ああ、俺がギャリー操作するんだよ。なにこれ？色彩の暴力？意味わからん。暴力なんてやっちゃいけないわよ。何？イブ、ちょっとイブ、何か変なの来てるわよ。あ、私に来てるわ。私の方がイブよりも可愛いってことね。わかったわ。それならしょうがない。早くなってる。早くなってわ。早くなってわ。早くなってわ。なんだこれ？何よこれ？黒いバラが散っている。どういうこと？黒い人がいるの？ダメージ食らいすぎたわ。やばいわ。何これ、暴力が効いてるわ。イブ取ってきたわよ。お待たせ、イブ。落ちているものは全部拾ったわ。さあ次に行きましょう。あ、ヤリーさん HP いつもの時は表示されんけん、別にダメージ食らってもよかったんやな。ごめんねヤリーさん、私が水を使っちゃって生きれねえの。ごめんね、回復できないわ。頑張ってね。なにこれ、なんか変なの走ってる。なんか来た、なんか来た、なんか来た。なにこれ。赤に触れず黒を追え。黒、ああ黒はなんか捕まえてもいいんだよ。クロッキーブックがある。クロッキーブックって何？さっきからうろついている変なやつってこれから出てきたんじゃない？全部捕まえたらこの中に戻してやりましょう。手がさんくさくてかなわないわ。クロッキーブックが何か教えてほしいんやけどな。
なんか変なのいる。あ、やばいやばい、久しぶりにゲームオーバーになった気分ですよ。いや、デクのアパートもゲームオーバーやったな。じゃあ今回はこの辺でお会いさせていただきましょう。ご視聴ありがとうございました。シュー上げ。